皆さん、こんにちは。情熱で奇跡の成長を導く、日本で唯一売り上げ上げるチームビルディングをコンサルタントの岩見です。今日のテーマはですね、ワークライフバランスは適所適材がキーというお話をしたいと思います。えー、前回ですね、えー、適所適材とチームビルディングというお話をしましたが、今日はですね、ワークライフバランスと適所適材のお話をしたいと思います。 チームビルディング人の強みを生かして成果を最大限にするという意味でのねチームビルディング適所適材っていうのが大事ですよというのはですね、まあ、改めてどういう話だったかというとまああるポジションある仕事ある役割がですねその人が一番やった方が成果が高いっていう人がやるということが適材という考え方に ということは逆を言うとですねあるポジションある役割ある仕事がその仕事のパフォーマンスがあんまり高くない人がそこに入るとどうなるかというと生産性は下がる成果も下がるという状況になりますね。というふうになった時に ワークライフバランスで目指すチームの生産性を上げるということに遠くなるという形になります、ねえー、なるべくですねチームの生産性を常に高く保つということがワークライフバランスをやり続けるために大事だとするとチームの考え方がそもそも適所適材っていう形になっていかないとワークライフバランスがあ 続くこことととが難しいということですね一時的にはできるかもしれないけれどもこの適所適材っていう考え方がない限りワーク・ライフ・バランスというのが実現しないもしくは実現から遠のくという話になるんですね。 でこれがあーワーク・ライフ・バランスは適所適材がキーというお話になります。なのでワーク・ライフ・バランスを実現しようとすると、まあ、チームビルディング人材力組織力関係力このループを作っていくということが結果ワーク・ライフ・バランスを実現する組織につながっていくということになるんですよね。 こののチームの生産性を上げるとというここは非常に大事ですこれからもっともっと大事になる時代に入ってきますので是非ですねワーク・ライフ・バランスを実現しようとするとチームビルディングのな組織を作るっていうことを覚えておくのがいいんじゃないかなというふうに思っていますいかがだったでしょうか情熱で奇跡の成長を導く日本で唯一売り上げ上げるチームビルディングコンサルタントの岩見がお伝えしました。 ありがとうございました。